仮面ライダーシリーズ平成仮面ライダーシリーズ仮面ライダージオ劇場版仮面ライダージオオーバークォーツー劇場版仮面ライダージオーオーバークォーツー,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 ーは2019年7月26日より東映系で公開された日本の映画作品同時上映作品は騎士竜戦隊竜装ジャーザムービータイムスリップ恐竜パニックキャッチコピーは平成仮面ライダー 最終章。時代を壊せ、未来を変えろ。特撮テレビドラマ仮面ライダーシリーズの仮面ライダー女王の単独映画作品であり、テレビシリーズとは異なるシーンの最終回として位置、続けられている。タイトルは、テレビシリーズの主題歌、オーバークオーツァーに由来する。ドライブ以外のライドウォッチが正式に継承されている状態で始まり、EP47 ではゲイツがクリムと強ヨを知っていた。 こと、特に強氏については本作品で出会ったことが公式サイトに明言されている。白倉は39話と40話の間くらいに位置、つけてもおかしくはないという。過去のシリーズ作品に登場する、いわゆるレジェンドライダーからは、仮面ライダードライブの詩、島ツヨ仮面ライダーマッハとクリムスタインベルトが登場し、ドライブライドウォッチをめぐる物語が展開される。また、 本作品限定の仮面ライダーやフォームも登場するほか、ジオウの自作である仮面ライダー01の仮面ライダー01がテレビシリーズの放送開始に先駆けて登場する。また、仮面ライダーブレン、仮面ライダー G、仮面戦隊、ゴライダー、仮面ライダー残月勝時アームズ、漫画、仮面ライダークーガの仮面ライダークーガといったテレビシリーズ以外のメディア媒体に登場した。 仮面ライダーもゲスト登場する。さらに、フジテレビ系列のバラエティ番組、トンネルズの皆さんのおかげですにて放送された、仮面ライダーシリーズ非公認のパロディドラマ、仮面、ノリダーから木梨岳氏が登場する。2019年5月17日には、群馬県高崎市の八万塚古墳で、エキストラ約1200人によるロケも行われた。午前11時から、 午後7時終了という長時間の撮影で情報解禁前であったゼロワン登場シーンにはロケ中では機械ダー01が代役に使われている。2019年7月26日から28日までの興行収入は3億3000万円、動員数は26万人を突破している。本作品の内容は前作。 平成仮面ライダー20作記念仮面ライダー平成ジェネレーションズフォーエバーに引き続き平成仮面ライダーを題材としたメタフィクション構造となっており織田信長のエピソードと合わせて後年語られる歴史はその時代の本当の姿ではないということを描いている東映プロデューサーの白倉慎一郎は総括できないということが総括であると述べており平成ライダーは空画から 需要だけではないため、その美しい嘘を、令和になってもつき続けるのは逆に醜く,くないかというアプローチから作られた。今度こそ、平成ライダーを終わらせるため、前作、平成ジェネレーションズフォーエバーとは違う形で、平成の総決算をやることとなったが、メタフィクションは、前作でやったため、前半は、タイムトラベルものでこれまでやってこなかったドライブを絡めて、 戦国で合戦をする話となった。後半では、オズの持つ大間降臨歴や歴史は何だったのかが大きな軸の一つとなり、前半は織田信長に会うという話であったため、前半と後半をつなげる接着剤として牛さんが立てられ、後半でのコメディリリーフとなった。相互が魔王とは別人であったという展開は、 テレビシリーズ初期案のうちの一つとして検討されていたものである。白倉はテレビシリーズであるには抵抗があるが映画としてはわかりやすくコンパクトにまとめられると考え本作品に用いたとしている。また、ウォーズが裏切るという展開も仮面ライダーウォーズ銀河ファイナリー登場時の展開として想定されていたものである。何者かが過去へ遡って クリム・スタインベルトの祖先を抹殺し、仮面ライダードライブの存在と歴史をなかったことに、しようと暗躍を始める。それを止めるため、常磐層後、仮面、ライダー児童たちは1575年へ赴もむく。層後たちは、織田信長やクリムの祖先、クララ・スタインベルトや、牛さんと出会い、彼らと行動することになる。そこに現れた加減、仮面、ライダーゾンジス上限、 仮面、ライダーザモナスを撃退し、ドライブの存在を守ることに成功する。現代へと戻った総合は、クリムと強ヨから、ドライブライドウォッチを受け取るが、常磐総合、仮面ライダーバルクス率いる、歴史の管理者を名乗る、謎の集団、クオツァーが現れ、平成という時代そのものを消そうと目論む。さらに、ウォズ、仮面ライダーウォズが彼らの味方として立ちふさがり、 相互たちと敵対する。歴史の管理者を名乗る、謎の集団。相互を除き、メンバーは、ウォズと同じ服装をしている。手下として、カッシーニや大魔ンも操る。相互を筆頭に平成ライダーによって紡がれた歴史が、いびつであると認識し、令和を迎えるにあたって一度平成という時代、そのものを消し去ろうとする。そのため、ウォズに、相互を利用して、 平成仮面ライダーの力を一つに集める計画を進めさせた。本作品に登場するクォーツァーのメンバーが変身する仮面ライダーはジオウやゲーツ同様専用のライドウォッチを時空ドライバーに装填することで変身し、複眼には共通してライダーの文字がある。常磐相互が時空ドライバーにオーマジオライドウォッチを装填して変身する。 大魔ジオウの力を宿したジオウの究極強化形態。最終王者と呼ばれている。その姿は、大魔ジオウと共通する部分を持ちつつも大きく異なり、手から衝撃波を放つ、時間を停止するなど、大魔ジオウと同様の能力を行使できる。劇中では時間操作能力で大魔人員を軽燃させ、ボディを錆びつかせた。変身音声は、キングタイム。仮面ライダージオウ。 オーマ。常磐相互が時空ドライバーに、バールクスライドウォッチを装填して変身する仮面ライダー。平成ライダーの力を無効化する能力を持つ。劇中では、バイオライダーと J のライドウォッチを併用して、自身を巨大化させた。オーマフォームが召喚した平成ライダーたちが、最強フォームに変身した際は液状化と巨大化によって、攻撃を無効化。 さらにバイオライダーの能力を使用して巨大な水の板状のバリアで防いだ。変身音声は仮面ライダーバーアルクス。加減が時空ドライバーにゾンジスライドウォッチを装填して変身する仮面ライダー。武器は使用せずパワーと厚い硬質皮膚による防御力に特化した肉弾戦で戦う。劇中ラストではロボライダーライドウォッチを使用して胸部からミサイルを発射した。 変身音声は仮面ライダーゾンジス。上限が時空ドライバーにザモナスライドウッチを装填して変身する仮面ライダー。野生的かつ俊敏な動きで奇襲攻撃を仕掛けて戦う。変身音声は仮面ライダーザモナス。流しの合戦図屏風当初、バールクスのスーツアクターはブラック RX がモチーフのため当時ブラック RX のスーツアクターを担当していた。 岡本二郎が担当する予定だったが、他のスケジュールが重なっていたため断念し、中田が担当することとなった。一部出展元は、ジャパンアクションエンタープライズ公式ホームページより、2020年1月8日発売。ブルーレイ、DVD でリリース。ありがとうございます。